桜の木の下には、かじいもとじろう。桜の木の下には、死体が埋まっている。これは、信じていいことなんだよ。なぜって、桜の花があんなに見事に咲くなんて、信じられないことじゃないか。 俺はあの美しさが信じられないので、この二三日不安だった。しかし今、やっとわかる時が来た。桜の木の下には死体が埋まっている。これは信じていいことだ。 どうして俺が毎晩家へ帰ってくる途中の道で、俺の部屋にたくさんある道具のうちの、よりによってちっぽけで薄っぺらいもの、安全カミソリの歯なんかが頭に思い浮かぶのか。お前はそれがわからないと言ったが、 そして、俺にもやはり、それがわからないのだが、それもこれも、やっぱり、同じことに違いない。どんな木の花でも、真っ盛りの状態になると、あたりの空気の中へ、神秘的な雰囲気をまき散らす。それは、 よく回った駒が完全に静止して見えるように。また音楽の上手な演奏が何かの幻覚を見せるように。焼けるように熱い静色が見せる幻覚の光のようなものだ。それは人の心を打つ。 不思議な生き生きとした美しさだ。しかし昨日おととい、俺の心をとても暗くしたものもそれなのだ。俺にはその美しさが信じられないもののような気がした。俺は反対に不安になり、 憂鬱になり、空虚な気持ちになった。しかし、俺は今、やっとわかった。お前、この美しく咲き乱れている桜の木の下へ、一つ一つ死体が埋まっていると想像してみるといい。 何が俺をそんなに不安にしていたか、お前は納得できるだろう。馬のような死体、犬猫のような死体、そして人間のような死体。死体は皆不乱してうじがわき、とても臭い。それなのに、 水晶のような液をたらたらと垂らしている。桜の根は貪欲なタコのように、それを抱きかかえ、磯銀ぎの触手のような毛根を集めて、その液体を吸っている。何があんな花びらを作り、 何があんなしべを作っているのか。俺は毛根の吸い上げる水晶のような液が、静かな行列を作って、異管測の中を夢のように上がってゆくのが見えるようだ。お前はなぜそんな苦しそうな顔をしているのだ。 美しい透視術じゃないか。俺は今、ようやく瞳を据えて桜の花が見られるようになったのだ。昨日、一昨日、俺を不安がらせた神秘から自由になったのだ。二三日前、俺は ここの谷へ降りて、石の上を歩いていた。水のしぶきの中からは、あちらからもこちらからも、薄げ影うがアフロディットのように生まれてきて、谷の空へ舞い上がっていくのが見えた。 お前も知っている通り、彼らはそこで美しい結婚をするのだ。しばらく歩いていると、俺は変なものに出くわした。それは谷の水が乾いた河原に小さい水たまりを残している、その水の中だった。 思いがけない石油を流したような光彩が一面に浮いているのだ。お前はそれを何だったと思うそれは何万匹とも数のわからない薄葉かげろうの死体だったのだ。隙間なく水の表を覆っている 彼らの重なり合った羽が光に反射して油のようなキラキラした光を流しているのだ。そこが産卵を終わった彼らの墓場だったのだ。俺はそれを見たとき心を動かされた。 墓場を暴いて死体を好む変質者のような残忍な喜びを俺は味わったこの谷間では何も俺を喜ばすものはないうぐいすや死従からも白い日光を真っ青に色づけている木のわかめも ただそれだけでは朦朧とした心象に過ぎない。俺には惨劇が必要なんだ。その平均があって初めて俺の心象は明確になってくる。俺の心は悪気のように憂鬱に乾いている。 俺の心に憂鬱が完成するときにだけ、俺の心は和んでくる。お前は脇の下を拭いているね。冷や汗が出るのか。それは俺も同じことだ。何もそれを不愉いがることはない。 ベタベタとまるで精液のようだと思ってごらんそれで俺たちの憂鬱は完成するのだああ桜の木の下には死体が埋まっている一体どこから浮かんできた空想かさっぱり見当のつかない死体が 今はまるで桜の木と一つになって、どんなに頭を振っても離れていかない。今こそ俺は、あの桜の木の下で、主演を開いている村人たちと同じ権利で、花見の酒が飲めそうな気がする。